とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はデイリーレベル3、挑戦していきます。毎日ね、やってるんだけども、確か動画撮ったこと、あんまりないよね。どれぐらい鬼畜なのかっていうのをお見せできればと思います。今日はここだけがレベル3でしたね。砂漠の寺院、ボスまでいるので、なかなか面白いと思います。で、変更点が、モブの速度が 30% 増加。で、遠隔モブが雲に置き換わる。で、プレイヤーに成長がついてる。ってやつだね。多分厳しい。いきます。それでは行きましょう。今回は変更点がソウル系じゃないので、最初、バーストボーストリングと、カバンビルドでやっていきます。これがね、ソウル系の変更点だったら、全然そんなことしなくても大丈夫なんだけども、そうじゃないので、やります。あ、こっちはいないね。もうほんと、端から端まで見ていかないと、取りこぼす可能性があるので、ちゃんと旗をね、6個全部回収できるように、やっていきまーす。これ最初から最後まで多分見てもらうとわかると思うけど、めちゃくちゃ鬼畜なのよ。とんでもないステージ。本当に。ようやってるなっていう感じのとこだね。まあ毎日ね、レベル3が1個2個出るので、まあ毎回ね、クリアしていくんだけど、本当にね、よくやってるなと思う。あ、やばいね。で、今回はまだ、敵の攻撃力とかが増えてないんで、そこまでないんだけども、攻撃力が増えた状態での帯電、そして、やけど、やばい。ワンパン。やけどって、そんなダメージないんだけど、攻撃力が上がってると、一発で死ぬのよ。触れただけで。あ、で、今、ソウルが溜まったので、装備変えました。影の断片。で、これで、26秒間、影の状態になるので、その間にエレメントのカバンで倒して、進んでいくってやつだね。で、弓をこれに変えました。こっちが、魂をね、3回収してくれるので、だいぶ効率が良くなります。お、ちょっと帯電はやめろ。帯電がいたらね、ほんと近づけないんで。ああ、お前らもついてる。なんだろうね、影化してても、寄ってくるのよ。もう寄らないでくれ、ほんとに。まあ今はね、まだ多分、ワンパンで死ぬことはないけど、変更点ついてきたら、マジで死ぬから。即死。で、重力パルスと、あれだね。ラッシュついてると、もう、速攻で寄ってくるから、どうしようもなくなる。あと、ここで注意なのは、罠だね。罠も、なんかわけわかんないけど、ワンパンで死ぬのよ。なんだろうね。やっば！危ねえ危ねえ。ほんと一発一発が本当に即死級になってるんで、要注意です。よし、オッケー。なんかいるな。いいか。オッケー。で、鍵を取るときも、影化が元に戻るので、ここで要注意ですね。オッケー。オッケーオッケー。いいよいいよ。いいよいいよ。いい感じ。しっかりと倒してね、ソウルも回収していかないと後々きつくなるんでね、ソウルの量はしっかりと見ていきましょう。あとここは罠に引っかからないようにだね。で、おそらくここのね、洞窟の中に結構多めにいるのよ。うまくいけば4体5体ぐらいはここで倒せるかな。あ、いるいるいる。 OK。 ああ、やっぱね、最初まだ敵の HP も減ってない状態だったら、こんぐらいダメージ与えれるので、余裕だね。こんぐらい与えれれば、もう全然いいもん。なんだ。プレイヤーの HP が 40% 減少。これでもう、確実にワンパンだね。確実にワンパンで死にます。ソウルの量が若干やばい。けど、まあ。まだ雑魚敵も多いし、大丈夫でしょう。うん。OK。なんだ。ん？なんかついたかちょっとわかんない。脅威でもないな。あ、近接モブが雷持ってる。ダメージを食らうと、死ぬね。あ、でもまあ、雷だからよかった。これが帯電だったら、とんでもなかったね。あー、ぶねー、もう、重力。もう一瞬触れただけであれよ。一瞬であれ。きっつ。オッケー。さあ次はモブのダメージ 90% 増加。鬼でしょ。鬼だろあんたら。もう一発も食らっちゃダメですね。オッケー。でもモブのね HP が増えてないっていうのがだいぶいい感じ。うん。モブの HP が 100% とか増えたらほんとなかなか倒せなくなるんで、きついんだよね。あ、脅威が増加。OK です。それは、当たり。うん。脅威が増加は全然当たりだね。よし、行くぞ。残り、2体。旗を持ってるやつを探しながら行きましょう。ソウルも全然ね、まだ溜まってるんで、余裕です。まあ、エンダーマンいるけども、別にガン無視で、OK です。オッケー。おお、雷か。雷だった。オッケー。別に何も異常にないね。あ、帯電、あ、もう帯電どうしようもないって。帯電ついてるとワンパン本当に。まあまだね、やられていいんで大丈夫です。次どこ？上の方には、まだこの距離で名前が出てないってことは、大丈夫だね。よし。オッケー。あっぶねー。よし。大丈夫だね。緊張感あるわー。よし。ソウルがね、ちょっと回収しないと。やばいぞ。ソウル回、あー、で、強制戦闘か、ここで。まあ、大丈夫でしょう。おそらく。よし。よし、帯電出るなよ。こんな狭いところで、帯電やけど来たら、ちょっとまずいかな。でもソウルはしっかりと、回収。できてるんで、おい氷結出なくていい。よし、オッケー。いいよ。倒せてるね。よし、いい感じ。氷結出るなって。氷結出るときほんとね、もうずっと出るからね、要注意です。よーし。あと2体だよね、旗が。危ねえ。もう行きましょう。よし。もうここでやられたくはないよ。あぶねえ。やられたくはないからね。ラッシュ持ってるな。ラッシュ持ってると、危ね。押すな押すなよになってる。よし。いないな。まだこの先か。よし、オッケーオッケーオッケー。影化のね、ポーション取るとちょっと分からなくなるんで、重複しすぎると分からなくなるからね。ちょっと気をつけていきますね。使っとけ。で、大丈夫ね。ちょっと待って、影化して、いいよいいよ、いい感じで。敵がね、そんな、エンチャ持ちじゃないんで、大丈夫です。こう、雷が出てきてくれたから、逆に良かったかな。エンチャ雷持ってるやつばっかりになってるんで、逆に安全。これがなかったら、帯電とか、やけどとか、そこら辺持ったやつが、ワンサカいたんで、これは安全だったな。でも、旗がないぞ。うん、旗がねえな。こっち側か、ボスを倒した後で、出現してくるかな。もうこっちにはいないもんね。こっちにはいないんで、うん、ボスの後に、おそらく出るんでしょう。はい。ボス行きましょう。ね。これスポンジストライカーで行くか。スポンジストライカーでワンパンしようか。行くぞ。なんかそれが安全な気がする。さすがにもうやられたくはないですね。OK。とりあえず雑魚をある程度減らしてからの OK。減らしたね。あー、まだいる。うん、で、ここからワンパンでいけるよね。いけ！ OK！ あとは、クリアするだけだけども、この先もね、敵がいるんだな。うん。まあ、安全に行きましょう。待て待て。大丈夫ね。ここで変なね。エンチャントつけてるやつが出たとか、もう鬼だからね。大丈夫だな。でも、旗持ちがいないんだよね。旗、でもね、ちゃんと全部、回って見てきてるから、間違いはないと思うんだ。取り損ねはないはずなんだよ。よし。あ、今回4つしかなかったのかな。まあ、そんなことも、まあまあまあ、あったね。うん。3体しかいなかったこととかあったんで、まあまあ、間違いないんでしょう。はい。まあこんな感じで、クリアです。今回楽勝だったな。うん。やけどと帯電が全然いなかったんで、楽勝でした。うん。ただ、旗が4つだったんで、どうなんだ？どれぐらいのパワーのやつが出てくるんでしょうか。クリア報酬じゃなくって、その後の、旗を取った報酬、あれでね、高パワーのやつが出るんだよね。まあ、クリア報酬でも254とか255ぐらいのやつが出るんだけども。はい。うまいことね、クリア報酬は弓です。で、撃破報酬で防具が来てくれればいい。パープルストーム。さあ、こっちだ。なんだ。258です。はい。まあ、とりあえず、デイリーレベル3、完全攻略してみました。やっぱり、変更点がものすごいエグいのつくので、影の断片で、カバンビルド。これを合わせていくしか、今のところ攻略はね、難しいと思います。どうしてもワンパンで死んじゃうんで。はい。まあ、やってみてください。ということで、またやっていくので、チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。